こんにちは、シルタです。今日はもう早速帰ってきたので、もう、サイドオーダーやっていこうと思います。サイドオーダーはこの駅から行けるんだよね。お、行ける行ける。ハイカラスクエアとバンカラ街。よし、行ってみよう。お。あ、これギアがあれなんだ。あ、じゃあ、変な見た目にしてみる、くればよかった。スプラ2のフェスの音楽が流れてるわ。おお、いいね。あ、寝ちゃった。お、すごい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 。すごい、おお、寝ちゃった。おーい。え？誰だろう？誰だ？え？ここハイカラスクエアだっけ、ね、おーい、おーい、起きろ、ハチ。ハチ、気がついたのか？お？ああ、そういうことね。俺はタコかな。怪我はなさそうだな、だって。こんぐらいでいいか。え、頭打ったら大丈夫か？これにしよう。私が見えるか？見えまする。もうちょっと顔を見せてくれ。これかな？よし、いつもの蜂みてえだな。そうだよ。お、来た来た。よかった、このまま目を覚まさなかったらどうしようかと思ったぜ。キメちゃんだ。なんでよ、私の顔をジロジロ見たりして。あ、そっか、この姿じゃわかんねえよな。私は姫、お前のたちの姫だ。てんてんてん。本当に姫なんだっての。なんか気づいたらこっち、こんなちっちこい体になっててさ、一緒にいたはずの飯田もいなくなっちまってんだ。ハチ、もしかして飯田のこともわかんないのか。まあ、目覚めたばっかだし、頭混乱しても無理ねえか。おお。左がいつもの私だろ？で、右が飯田な？こういう時こそ飯田がいてくれたら頼りになるのにな。よし、鳥間一緒に飯田探しに行こうぜ。ん、スポー。ここハイカラスクエアっぽいけどどうなってんだ。ザザ、先輩。飯田じゃね？そこにいるのか？ザ、ザ、ザザ、ザ、助けて、あ、違う、来て。ザ、待ってるよ。今そっちに行くからな。行くぞ、ハチ。飯田タワーの上だ。おー、どうなってんだ？え、すごくねえ、これ。楽しみ。なんだこりゃ。ハイカラスクエア のタワーと全然違うじゃん。また外放水路みたい。エントランス。見ろ、ハチ。え？え？魚だ。うわ、来た来た来た。なんかやばそうだ。こいつを使い。マニューバー来た。かっけえ。うー、ハチもかっけえ。次の付け方わかるよな、絶対。ほらほらほら。また出てくんの？こいつなの？おーし、ナイスふう、なんとかなったな。え、なんで武器を出せたのかって。そういや、なんでだろう。よくわかんねえけど、できる気がしてさ。ここで考えてもしょうがねえし、とにかく上を目指そうぜ、ハチ。
エレベーターに乗る。お、来た来た。おお、なんだっけこの人。姫田だっけ。さっき坂の中八幡八。はい、僕は敵じゃない。君たちと同じ巻き込まれた側ってわけ。君たちも飯田の声を聞いてここに来たんだろう。ん、お前飯田のこと知ってんのか。おお、進んでた。てか白がいいね。僕は水田。飯田とは昔の知り合いってことかな。マジかよ。そんなら早く言ってくれよな。私は姫で、こっちはハチだ。よろしくな、水田。水田って言うんだ。僕は気づいたらこの町にいたんだ。で、塔の上から飯田の声が聞こえて調べに来たんだけど、あの骨の魚、スケルトンに邪魔されてエレベーターに閉じ込められたってわけ。塔の中はスケルトンだらけでね。この通り怪我もしちゃって、であげさ、怪我なんだ。うげ、なんかやばそうだぞ。でも僕、希望はあるよ。僕がドローンを連れたタコがハチと言ってね、君がここへ来るのを待っていた。ヘイ姫、このカラーチップを君が持ってるパレットにセットしてみな。パレット、なんだそりゃ。もしかしてこれか。おお、パレットだ。そう、それがパレットだ。カラーチップをセットしてみるといい。いよ、妙なことになったら承知しないかな。ん、ハチ、そんじゃ、パチッと頼む。パチ、いけ、パチッと。おい、ナイス。わあ、なんか武器が強くなった気がするぞ。このカラーチップってのをいっぱいセットしたら、すげえ強くなるんじゃね。あ、そういうこと。カラーチップをうまく使えば上を目指せるはずだ。この街で起きている異変の中心には飯田がいる。多分だけどね。この怪我じゃ僕は武器と使えない。戦うのは君らに任せるよ。情報役とかって感じかな。ありがとう、水田。よし、飯田を探しに行くぞ、ハチ。メドローンかわいいね、普通に。それがこのエレベーター1回ずつしか上がれないんだ。なんでだよって言われても何か少しずつ。戦いたいね、早速。何回ぐらいあるんだろう。あんまないかな。1フロアに着いたよ。エントランスの2つの、あ、これ壊せばいいんだね。どうする、足。めっちゃ連打が遅い。ゲージに乗ります。これどういう感じだろう。よし、おら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 、これ引きつけて、来た来た、よーし、ナイス。マジこんぐらい楽勝だよ。もう楽勝した。これを見てくれ。インクパチパチ。味方のインクの敵に、あ、味方のインクがに敵が乗っているとき、足元のインクからダメージが、おう、よし、2階に行くぜ。
インクパチパチのカラーチッパー効果は地面に塗ったインクで だったね。ポータルを壊せだって。ゼルダみたいな雰囲気がする。でかくね？よし、とりあえず1個。1個じゃあ塗った方がいいってことかな。普通に強くね？倒せてる倒せてる。強え、楽しい。やばくねこれ。あと一個どこだろう。うん。はい。よーし、ナイスー。楽しいねこれ。ナイスー、水田がいる。ナイス。まだまだ余裕ありそうじゃないか。やっぱり君たちは塔の上まで行きそうだ。てか水田やけにこの塔に詳しくね。ああ、エレベーターのコンソールから情報を引き出しているんだ。僕もイーダと同じ場所でそういうスキルを学んでた。といったところで信じてもらえないかもしれないけど、マジかよ。確かにイーダのやつ、機械とか超詳しいもんな。あのイーダとか同じ学校に通ってんならそういうことできてもおかしくないか。ま、向こうはエリートだったし、彼女ほどうまくはできないけどね。ところで次のカラーチップはこんな感じみたいだ。倒した敵からラッキーボムが出る確率がアップします。お、これよくね？悪くないじゃん。大量的に押されてる時もな。もういいじゃん、いいじゃん。あ、いいじゃね。スペシャルで大逆転のフロア。おー、スペシャル使っちゃえっと。ラッキーモモって勝手に爆発するんだっけ。それも初も普通に危なくない。いや、大丈夫らしい。お、スペシャルだ。てか、どうやってジャンプするんだろう。え、普通にこの人たち強いんだけど。よっしゃー、いっか。え、なにこれ。よっしゃー、ラストどこ？あ、ボム出てる。あ、これ降りてくるんだ。でかくね？痛い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 。はい、壊した。はい、ナイスー。ナイスー、イエーイ。よっしゃ。やるじゃないか、ハチ。次のフロアの情報をチェックしようかな。インク効率だね。あ、やべ。なんか、見てなかった。ナイス、はめちゃって。ねえ、普通に油断するとやられちゃいそう。なんとか、するフロア。なんとかするフロア。確保するフロア。エリオだ。え、すげえ。え、すげえ。なんか、エリオのある高台はどうやって塗る？上空かな？いい。強くね、これ。
え、敵を置いてこないから楽勝やん。敵を登ってくんのかな。気持ち悪い。やだやだ、スプリンクラーやん、これ。よいしょよいしょ。あれ、あ、俺もうカウントが終わっちゃうよ、終わっちゃうよ、カウントが。はい。あ、もう、強制確保。ナイスなんか変なことしてた。はい。よし、いい感じだぞ。ハチはこんな風にサポートしてやれるなら、ここではドローンの体も悪くねえかもな。次のカラーチップはドローンを強化できるみたいだよ。ドローンメガホンレーザー。おお。どんどんつけちゃおう。何階まであるんだろうか。飛び跳ねるフロア。え、飛び跳ねんのかな。なんか、ああ。なんだあれ、ドローンバッテリーが落ちてるね。取るとドローンゲージが溜まるから回収しておくといい。このプロペラヤグラをここまで運べばクリアみたいだよ。何それ。カウントも変わんないんだ。第一関門突破。でもこれ俺どうやって登るんだろう。めっちゃ飛び跳ねる。おれよ。おらおらおら、進めよ、進め。はい、ナイス。これで半分以上。おお。千ん一分は以上。いいだ。もうちょっとで着くから待っててくれ。なんか嫌な感じするな。急がねえと。あ、そうだね。これ欲しいね。押し行こう。リエが2つのフロア。難しそう。ああ、なんだあれ。奥にはドローン用のディスパウト3個集めたサンドバストって聞こえるのか、技が発動できるらしいよ。マジか、すごそうじゃん。早く拾いに行くぞ、ハチ。今回もらったカラーチップはメイン射程2枚だったよな。長くなった射程を生かしていこうぜ。ほんとだ、射程長い。射程長、めっちゃ。ルビンみたいだ。飛んでる。エリアの塗り力が高い。硬くね。
あ、そういうことね。すげえこれ。うぅうかっこよ、その爆弾。アイナイトナイス。すげえ。よし、この調子でガンガン上がってくぞ。ん、二人ともこれを見てくれ。おぉ、次のフロアのお題は自分で選べるみたいだな。支給されるカラーチップもお題によって違うらしい。難しさもバラバラってか。8、どれにする？何か、ラッキーコンボ数の上限がアップします。コンボがすごい。メインペイのインクショップ。これかな？よーし、行こう。お、見たことないやつがいるぞ。あのスケルトンを3体とも倒せばいいみたいだね。あいつらの足タイヤになってんじゃん。逃げ足の速さに自信ありってか。てか、まあどんな相手でも関係ねえよな。やるぞ、8。よし、行こうぜ。あ、強っ。ナイス、簡単だったねこれ。オッケー、ナイス。このフラーも飯田にはいなかったか。大丈夫かなあいつ、なんか最近ちょっと疲れてたっぽいし。帰って帰ったらとりまワールドツアーだけど、その後は静かなとこでのんびりするって約束したんだ。早く助けてやんねえとな。飯田は外に出ていい仲間に会えたようだな。まあ、彼女のことは心配はしなかったけど。でもよ、地元のダチにしかわかんねえこととかあるじゃん。飯田のやつ、地元とハイカラ地方じゃ話す言葉とかいろいろ違って結構苦労したらしいぞ。まあ、今度飯田の話、ゆっくり聞いてやってくれよ。まずは、あいつのところへ急がなきゃだけどな。難しい。これ行こう。難しいなら。なんだろう。今回のカラーチップはラッキーコンボ最大数。ラッキーコンボって？敵を倒した後一定時間以内に敵の数をタッコストラッキーコンボになること。ラッキーコンボが多くつながるほど、ラッキーアイテムやラッキーボムを落としやすくなるよ。次から次に敵を倒しまくればお得ってことか。お得、お得な考え。簡単じゃねえじゃん。よいしょ。これラッキーコンボ数だから。オッケー、やる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 。え、なにこれ。いった、なんやこりゃ。なにこれ、ダメージは食らわないのか。メガホンを早くくれー。
真空が塗られるの嫌だね。強っ。はい、ナイスー。8回ゲット。反射する抜け殻のフロア。だいぶ上まで来たな。カラーチップも集まってきたんじゃね。待っているカラーチップを確認したいときは X でパレットを見るといい。ん？あ、これか。1、2、3、結構集まってんじゃん。おー、ほんとだ。左にある方、レンジとかパワーってなんだ？それはカラーチップの系統だね。カラーチップはその効果によって X の系統に分けられる。系統ごとに色や模様も違うんだ。例えば赤っぽいカラーチップはパワー系統で敵に与えるダメージを増やすものが多いみたいだよ。パレットに何色のカラーチップが多いかを見れば、色、今どんな能力が評価されているかなんとなくわかるかもね。それじゃあパレットを見終わったら次に進もう。うん、転がすフロア。転がすのかな。でっかいのいるんだけど。え、げ、あれってタマコロちゃんか。今回はあの X 無限か、無限ボールをゴールまで運べばクリアみたいだよ。ボールは足場の外には落ちないようだから遠慮なく転がすといい。よっしゃ、ぶっ飛ばして計8。新しいカラーチップはスライドアタック。マニューバーのスライドで体当たり攻撃できるよ。スライドで体当たりしてボールを吹っ飛ばすのもありだね。スライドはインクを打ちながら L を押して B だからかな。試しに的に向かってスライドしてみようです。そういうことか、ここにはめればいいのか。あ、敵出ないんだこれ。あ、反対だ。残り1個だ。行くぞー。ナイスー。こういうのってたくさん集まると嬉しいよね。ね。転がすフロア、簡単でした。簡単でしたっていうか、すごいけど。そこに飯田がいるんだよな。多分だね。ただ次は今までのフロアと何か様子が違う。たちもお姫も注意するといい。お、なんだよ。心配してくれてんの？何をニヤついているんだ。姫にニヤついてるとかあんだ。いや、なんかお前ってやっぱ飯田のダチなんだな。ともかく早く飯田のとこに行ってやんねえとな。気合い入れていくぞ、ハチ。あれ、これ怖っ。保管の武器いけるってこと。え、あれ、飯田じゃね？飯田でかくね？もう持ってけろ。え？飯田！飯田、おい、聞こえねえのか？畜生、変な機械に捕まっちまってる。え？何者かの手によって囚われてしまった飯田。この続きは次回の動画で。ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。